日暮里駅前ご通行中の皆様、またバスを待ちの皆様、近隣店舗の皆様、こんにちは。ただいま当地荒川区統一地方選挙が行われております。荒川区の区議会議員を選ぶ選挙が行われております。昨日よりスタートし、次の日曜日が投票日でございます。私は NHK をぶっ壊すでおなじみ、 NHK から国民を守ると代表を務めております立花隆でございます。当地荒川区では NHK から国民を守ると公認候補といたしまして、夏目秋28歳女性、職業アイドルでございます。難病と戦うアイドルとしてネット上でも、そしてテレビでも取り上げられております。今回はあえて私が夏目に依頼をし、 NHK から国民を守る党の公認候補として立候補することを決意してもらいました。今のこの国の政治、非常に問題があろうかと思います。嘘をつく人が評価される、政治家は悪いことをしている、多くの国民が政治家に対してあまりいいイメージを持っていないと思います。そんな国民の皆様の政治不信を解消するために、我々は結党した政党であると自負しております。その中で我々ができること、この NHK の受信料問題、 NHK がなくても困らない今の時代、テレビがあるだけでお金を払え、これあまりにも理不尽です。そして最近ではテレビだけではなく、インターネットやスマートフォンからも、失礼しました、パソコンやスマートフォン、ワンセグで受信料を払えという最高裁の判決が出て、そしてスマホやパソコンでインターネットと接続する環境があれば、それでも受信料を払わせようとする動きが、政府与党のみならず共産党や立憲民主党、維新の会、こういった政党からも伺えます。国民の声を聞くことなく、一方的に既得権益である NHK にお金を払う義務、こんなものを押し付けてきているのが今の大きな政党の政治家たちです。まさに既得権と癒着している。 NHK というとてつもない大きな力を持っている組織と今の政治家たちは戦いません。 NHK と喧嘩をしたら NHK に袋の脇に遭う。政治家は NHK に目をつけられれば、このお金の使い方がおかしいであるとか、女性問題、こういったスキャンダルを報じられる、政治家の命が途絶えてしまう。前東京都知事の舛添さんも何か犯罪をしてたのかと言われたら、犯罪なんかしてませんよね。猪瀬さんは犯罪をしてましたが、しかし舛添さんはちょっと贅沢をしてた、ちょっとお金の使い方が庶民感覚と違っただけで、マスコミは袋叩きにした。あんなことになりたくないから、政治家は NHK と戦わないんです。 NHK と戦わない政治家が多くなっているから、 NHK に受信料払えというような、とんでもない義務を課した法律が未だに変えられていない。変えるどころか、先ほど申し上げた通り、パソコンやスマートフォンからも受信料を取ろうとする動きがある。とんでもないことです。ぜひ皆さんの力、この国は一番強いのは有権者の皆さん、国民主権です。有権者の皆さんが
その力を発揮するのが選挙です。今回の選挙、非常に争点としては分かりやすいと思っております。 NHK を守る、既得権益を守る自民党や共産党といった大きな政党に皆さんの大切な一票を投じるのか、これからの時代は NHK と戦うようなテレビからインターネットの時代になっている。だから既得権益と戦うインターネットを中心に党の運営をしている我々 NHK から国民を守る党という、まだまだ出来たての弱小政党に投票していただけるのか、そういったことが争点であると私どもは勝手に思っております。しかしながら本当に今のこの国おかしすぎますよ。嘘をついた人が出世をする、本当のことを言った人が左遷されたり警察に捕まったり、もう本当に嘘をついた人が評価される日本はおかしすぎます。 NHK の受信料だってそうですよ。法律を守って受信料を払っている人が法律を守っていない人の分まで受信料を払わされているんです。これおかしいでしょ。解決する方法があるんですよ。昭和の頃は NHK の放送だけを止めることはできませんでした。今は平成31年、来月から令和元年、 NHK の電波だけ止めることができる時代になってます。であるならば NHK の料金を払わない人には NHK の電波、NHK のサービスを止める、スクランブル放送といいますが、これをすればほとんど全ての人が納得できるんです。 NHK の放送は料金を払った人が見る、 NHK の料金を払わない、受信料を払わない人には NHK の電波は届かないようにする。ありがとうございます。 NHK をぶっ壊します。ありがとうございます。 YouTube 見てます。ありがとうございます。YouTube 見てます。カツカレス、なんで国になってくれなかったの。はい、頑張ってください。立花さんって立花さん、はい、はい、ありがとうございます。俺も YouTube 見てますよ。やってきますか。はい、雪もしましたよ。あ、そうそう、ありがとうございます。ありがとうございます。おかげで何とか入ります。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、お声掛け、そして視聴料をいただいている、そして応援していますということでありがとうございます。夏目だけが、すいません、夏目秋が当地荒川からは立候補させていただいております。NHK から国民を守るとまさにこれからの政党です。今13名議員がおります。13名もいるとあえて言わせていただきます。この統一選挙に挑戦するのは2度目でございますが、前回は私が船橋で1人出ただけ。今回46名公認候補が立候補しております。この荒川区、当地荒川区は夏目秋、28歳の女性です。いろいろな難病と戦い、それでもアイドル活動を続け、病気であるにもかかわらず笑顔を振りまき、ネットでも、そしてこのように体調が優れなくても駅前に出てきて皆さんに選挙運動をさせていただいております。この彼女の勇気と生きる元気、ぜひとも有権者の皆さんに評価をいただき、今回 NHK から国民を守ると公認候補として立候補しております。二つ目が体調が悪くて仕事ができなければ、隣の台東区の竹が、それ以外にも私どもは都内に議席持っております。13名の議員、そして党の組織と挙げて、この夏目がもし手が届かなければ荒川区の区民の皆さんをしっかりと NHK から、 NHK の被害からお守りをさせていただきます。ぜひとも今回の選挙、本日より期日前投票がスタートしております。次の日曜日が投票日です。 NHK にお金を払わない、 NHK の受信料を踏み倒す、
そんな荒川区民を全力で、まさに命がけでお守りする候補者でございます。このまさに勇気、このやる気、まさに政治とは命を懸けてするものである。私どもはそう思っております。 NHK から国民を守る党は既得権益と戦う唯一の政党であると自負しております。インターネットで集まった個人個人が今 NHK から国民を守る党という組織のもとに集まっているだけでございます。労働組合、宗教法人、自治会、町会、そういった組織の票は一切ございません。もちろんそういった組織とのつながりはあえて拒否をしております。会社、そういったところもお金をもらわない、あくまでも個人お一人お一人の有志、考え、思想に基づき集まったしがらみのない組織とのしがらみがない政党でございます。おかげさまで我々の主張、NHK に受信料を払わない人をお守りするこの主張は6年前に結党以来どん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 と拡大し多くの支持を得ております。先月行われましたお隣の台東区の区議会選挙におきましても掛川が1650票を超える票をいただいております。上位の当選でございます。4年前は最下位だった人間がNHK から国民を守る党の公認になった途端約5倍の票をいただく、当選権に余裕で入ってしまう、それぐらいこの党の今の勢いというよりも中身がしっかりしているから、我々は NHK の被害者をお守りするんだ、この一点、これしか言わないからこそ信用をいただけると確信をしております。そして NHK が潰すこと、NHK をぶっ壊すと言っておりますが、 NHK をぶっ壊すことができれば NHK から国民を守る党もぶっ壊します。必要なくなったら潰さないと、この党が既得権益になってしまう。ですから私どもは NHK の問題一本に絞ってしっかりと政治させていただきます。そしてこの当地荒川区は夏目秋、本当にまだ28歳なのに、いろいろな病気患ってしまい救急車に運ばれた、まだ今年になってからそんな状態であるにもかかわらず、ぜひとも夏目ちゃんのこの経験を生かして政治の場に出てくれないか、私がお願いをして病気のところ無理に押してでも今回立候補してくれてます。弱者の代表となって勇気を持って選挙に挑戦しています。夏目秋、28歳でございます。どうぞ次の日曜日が投票日です。投票用紙に荒川区の区民の皆さん、ありがとうございます。お手を叩いてのご声ありがとうございます。投票用紙に NHK から国民を守る党公認候補夏目秋とご記入いただきますようにお願いを申し上げまして、代表私立花孝志の講演です。一旦お休みをさせていただきます。ありがとうございます。それでは続きまして、お待たせしました、立候補者荒川区区議会議員選挙に立候補しております夏目秋、28歳より皆様に立候補ご挨拶をさせていただきますので、ご清聴賜りますようよろしくお願い申し上げます。大きな声で失礼いたします。 NHK から国民を守る党荒川区公認新人候補夏目秋28歳です。本日は初陣のご挨拶をさせていただきたいと思います。立花代表と言ってることはおかぶりしますが、 NHK から国民を守る党ではNHK のスクランブル放送を政策として掲げております。現在現職の議員が13名誕生しており、立花孝志が代表を務める NHK から国民を守る党は YouTube でおなじみ NHK をぶっ壊すでおなじみの政党です。これまでの政治活動でも荒川区における NHK の集金人被害がとても多いことが見受けられました。
国民の義務であると、詐欺まがいな契約を高齢者や一人暮らしを始めたばかりの学生、女性など弱い立場をターゲットにしております。女性の皆さん、深夜の遅い時間に誰か知らない NHK の集金人が来て壁をどんどん叩かれたり、大声を出されたり、見てもいないのに無理やり契約させられたりしていませんか？怖い思いをさせられたりしていませんか？お父さんやお母さんがいない間に無理やり契約をさせられた子供もおります。どんなに怖かったことでしょう。そんな時は私に電話をしてください。 NHK の集金人を撃退します。現代の情報過多な社会において、情報の得方はテレビだけではありません。ましてや一番早い情報は Twitter や YouTube などの SNS です。テレビを見ない若者もたくさんおります。そんな現代において勝手に電波を垂れ流し、受信料を弱い人から取る、そんな NHK のやり方、とてもおかしいと思いませんか？払っている人が損をし、払わない人が得をする。警察や役所、消防署もカーナビがついていますが、受信料払っておりません。現職の区議会議員も払っておりません。そんなNHK の集金人の被害からお守りする政党であります。どうか夏目秋、28歳新人、一票お願いします。私が立候補した理由としまして、私自身タレント活動をしながら予防医療の講演家として、電車やバスで見かけるヘルプマーク、人工関節を入れている方、見た目ではわからない病気を抱える方への譲り合いの印、ヘルプマークを広めたり、がん啓発の活動をしております。なぜかというと、国の指定難病である全身性リテマトーレスに罹患しており、私もヘルプマークの所持者であります。そして子宮頸がんにも23歳の時に罹患したからです。去年の8月、堀江貴文さんと産婦人科のドクターと子宮頸がんの啓発イベントに出演した際に、政治で教育を変えていかないとなかなか子宮頸がんの検診のことは広まらない、そういうふうに私自身も思いまして、政治に興味を持つきっかけとなりました。その後子宮頸がんサミットにも出演し、三原純子さんのスピーチも聞きました。子宮頸がんに罹患したことをきっかけに政治家を目指したという話にとても感銘を受け、私も立候補したいと思い、そんな時に立花代表に出会い、公認の声をかけていただきました。もちろん NHK から国民を守る党からなんで出馬したんだという声もありました。ですが NHK から国民を守る党の決闘理由である政治家を志す者に対し、その志を実現するため機会を提供することというのがあります。立花代表からも、夏目秋さんは NHK の問題、そして弱い人の味方に立っていろんな問題を解決してほしい、夏目さんはそれができる人だからと言っていただき決意いたしました。そういった経緯から党に公認していただいたからには、 NHK 問題はもちろん、私のやりたかった、まずは自分の住んでいる身近な地域、荒川区の医療や教育に体当たりで取り組み、弱い立場の方が生きやすい街づくりをしていきたいと思います。どうか夏目秋28歳に清き一票よろしくお願いします。大きな音で失礼いたしました。ご清聴いただきましてありがとうございます。ただいま演説お訴え書きをさせていただきましたのは、 NHK から国民を守る党公認候補、夏目秋28歳でございます。ぜひとも
今回の選挙、夏目秋、病気を抱えながらも頑張っております。そしてこのまさにネットで集まった支援者の皆さん、こういった組織に支えられていない、ネットで有志が集まったそんな組織とは関係のない候補者に、ぜひとも荒川区民の皆様の貴重な貴重な正義の一票、そして清き一票を通していただきますように、私代表立花隆よりお願い申し上げまして、この街頭演説一旦休憩をさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。